たい。一度スタン技を決めたい。あの変な歌の、いや、スタン技を見たい。はい、ねえ、はい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 、はい、一発 OK。 撃て撃て、息子撃て、ね、今がチャンス。あっ、しょ、いった。恐れるな、恐れるな、恐れてもいいかもしれないけど、ちょっと待って、こいつマジでさ、いった、この尻尾みたいのが。ちょっと息子も独り立ちしてほしいな。いつまでも父親って言われても困るな。よき45さん、強、うん、ルーナさん、わらわら、ルーナさん、なすすべなし。だけど、多分慣れてきたら、そのうちこいつが雑魚敵で出てきて、パーフェクトで倒すと思う。はい、今、はいはいはい。で、この現れた時、これ、あ、わかったわかった。大丈夫大丈夫、今のでもう攻撃パターン覚えた。ね、これも避ける、はいはいはい。どこ行った。で、今ガード、オッケー。で、ガードして、はい、またかこいつ。あ、防げんじゃんこいつの攻撃。おい、あ、なるほどね。分かった、もうこいつの攻撃パターン全部読んだから、息子の弓矢で弱らせるんだ一発って。うん、分かった。 X で息子がこうやって援護射撃するんですよ。右下に矢の弾があって、ほらこうやって。え、こいつ中ボスでしょ。え、こいつ中ボスじゃないの。ボスではないでしょ今、オッケー。で、ここで、この隙に、パンチ。で、もう一回、息子に撃ってもらって、息子に撃ってもらって、息子にもう一発撃ってもらって、オッケー、決まった、スタン、はい、来た、はい。はい、はい、はい、気持ちいい、気持ちいい。息子死なない、息子無敵。あ、俺が死ぬわ。俺は死ぬ。息子は HP もないです。今んとこ息子は無敵。完全サポートキャラ。よき45さん、わらわら。ルーナさん、うん、息子うまく使うゲーかな。そうそうそう。ここでさ、スキルが、ん？スキルがあって、こっち。よき45さん、スタン決まったら強い。強いでしょ。めっちゃ大ダメージ。これ息子のスキル。敵がひるんだときとか隙ができた、できたとき自動で攻撃するってやつ。ほら、息子が遠くで攻撃してる。魔法スキルとかあるけどね。そう、息子のスキルもあるの。だから、俺は親子でしっかりとあいつらをやっつければいいの。だから、現れた瞬間、はい、弓矢。で、パンチ。はい、パンチ。で、当たったときにまた弓矢打って、はい、パンチ。はい。はい。またこれでスタンチがなくなるんだよね。コンボのラストに強すぎんか。なんでこんなに HP 減んの、意味が分かんないんだけど。とりあえず斧決めるか。もう斧でいこう。斧でフルスイングで、現れた瞬間、はい、弓矢で溜める。はい、ありがとうございます。ミスりました。弓矢撃っても痛い。撃て、あ、ダメだ、大技すぎるわ今。オッケー、いた、溜めまでこいつ許してくれない。笑うなこいつ。斧じゃ当たらないよって言ってる。強すぎんかやっぱり。もう弱攻撃、今、オッケー、はい、よっしゃ、今、あ、死ぬ、死ぬ、危ねえ、あ、
できんか。パンチがいいような気がするんだけどな。パンチで一旦ひるませてボコボコよ。これ今何時？もうやばい時間。全然大丈夫だね。ルーナさん、うん、お父さん頼りない。おー、親父頼りないのしょうがない。これで防ぐか、うまく。これジャストガードもあるのよ、ジャストガード。これでよしよしよし。今はいはい。で、息子もう一回弓矢打って背中から。あー、やばい。息子頼む、サポートしてくれ。息子もう一回、息子頼む。スタッチが、せっかく貯めたスタッチが、待て。よしよし、スタッチ減らした。分かってる。どこ行ったあいつ。よしよし、死んだ。強すぎんか。どうやったらこいつの後ろに回れるの。後ろから殴ったらスタンチが溜まりやすいんだらしいんだけど。一旦遠距離戦やるか。一旦遠距離戦やるか。今、はい、オッケー。もう隙だらけよな、この現れた瞬間。え、そんなことなかった。え、いった。強すぎんかこいつ。こいつマジで強すぎんか。息子が弓矢撃って俺が与える。いった、待て。当たるじゃん。よしよし、よっこい。はい、弓矢当たるの当てる。しーし、接近戦がダメだね。あいつと接近戦しちゃダメだわ。接近戦しなければいいだけだわ。うん、それだけだったわ。ナイスナイス。宝箱見えるよ、こっち。これまたオーディンのあれ、目とかないの、こっちらへん。ないか。スキル経験値いくつもらった。ん、経験値いくつ。何、なんかやれとか言ってたけど、なんか変な音聞こえんな。何の音これ。よき45さん、難易度最高なのにすごいね。なんか地味に地味にクリアしてるようだよ。だけどそんな言うほどよ、言うほどのあれよ。俺あっち行きたいんだけどな。どうやって行くの。息子なんか見つけた。何も見つけてないから。え、あえて何、あえて何。え、あっちなんかあるよ、的。ほらあれ的でしょ。あっち当てればいいんでしょ。よし、オッケー。あっちはいいとして、ここ、ここ戻って、あ、ここ上、上。よし、え、ここ、え、ちょ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 、こっちも来たところなの分かってるけど、向こう側行けないのかな。ここ、ここ登れる。息子よ、登れんな、これ無理だな。うん、大丈夫か。平気か。分かった。これは？あ、ここ隠し通路。これ何？これ何？なんもねえか。あっち行きてえな。まあどっかから回ってくんだろうね。お、ラッキー。よし。なんもねえか。ね、ここからここが先に進むところなの分かるんだよね、雰囲気で。あ、ここにジャンプしろってことか。え、なんであいつは息子父上を襲ったんだろう。言っただろ、奴のことは知らん。言っただろ、奴のことは知らん。お前のことも知らん。よし、こう。よき45歳、わらわら。よしよし、オッケーオッケー。これなんだろう、いいやつかな。よき45歳、うん、息子容赦なく飛び乗る。息子のジャンプ力半端だよね。ここ他に行ける道ある。え、あれ壊しといた方がいいんじゃない。
どうせ復活しそうな気してるけどね。ダメか。強攻撃ならいけるかな。無理か。ここジャンプでいけないの。あ、いけるじゃん。はい、スタン入りました。ありがとうございます。ん、ありがとうございます。防御アイテム、防御アイテム、これジャスト防御、防御アイテムってどうだろう。防御で、よし、しマジでさ、ああいう意表つくやつやめてほしいわ。俺ジャストガードさする癖ないんだよね。ジャストガードできるようにならないとね。分かってる。息子、息子、あっち側に移動しよう。一旦あっち側に移動しよう。そう、息子、息子、あっち側に移動しよう。で、こっからやっつけよう。こっから多分いけるわ、これ。多分いけるわ、これ。遠距離よな、やっぱり遠距離こそ思考よ。息子がさ、すごい下げずんだ目で見てたらどうする。やったねみたいに笑顔でさ振り返ったらさ、息子がすごい下げずんだ目で、ええ、あ、来ないよね。びっくりさせやがってよ。どうだドラグル、お前の悪事は見抜いたぞ。どうだドラグル、もうあいつ半泣きなんじゃない、もう許してみたいな。よし、 OK。 痛い一気に減った、一気に持っていかれた HP。 ちょっと一旦ベースキャンプに戻ろう。勝手にベースキャンプって言ってるけど、よし、 OK。 一旦敵落ち着いたみたいだな。ちょっとゲージ溜まってるけどもったいないからな。頭狙えるんでしょ。分かってる分かってる、大丈夫大丈夫、すぐ終わるから。やっぱ遠距離が最強のような気がするんだけどな。どっから撃ってる。あ、ね、父親さすごい寡黙だからさ何も言わないけどさ、息子はさ結構できた息子なんだよね。こんな息子にさ、母親はね、始まりのシーンでね、なんでか分かんないけどね、母親は死んでるんだよね。母親の仮装から始まるのこのゲーム、悲しいよね。よし、いたー、大丈夫、ちょっと心音が高くなっただけ。すぐに消える、こんなのさ戦士の戦いなのかな。うわ、いいね。なんかカラーって、あ、こっちら辺お宝がいっぱいあるのか。ここだ、ここだ、分かった。何ここだって、え、何この言葉、見覚えがある。あ、巻物、へえ、よしよし。いやー、なかなかいい息子よ、本当にこの子は。あ、これ扉、またなんか巻物的なやつじゃない。おい、いやー、こっちだ、またあったぞ。で、このゲームさ、俺さ戦闘シーン見てさ一発で気に入ったんだけどさ、やっぱ楽しそうだよね、戦闘シーンがすでに。オーディンにトール、うん、ヨルムンガンドもいる、うん、うわ、トールに頭を潰されたほら、でもトール、巨人の下敷きになったんだ、うん、間抜けだな。オーディンのあのワシみたいなやついないの。なんかふわーんって音どっから聞こえるの。ここ、あ、回復アイテム、あ、あれ斧壊しじゃないこれ。おい、完璧。さっき襲ってくる人がいるって。でも来たら殺す。
やれるよ。人間が来たらお前は関わるな。これ何？分かったな。でももう戦える。関わるなと言っている。関わるなと言っている。話は終わりだ。話は終わりだ。宝箱に専念する。これ魔法で封印されてる。分かっている。よき45さん、うん、わらわら。あれ変なこと言った。わらわら。あれか、あれだ。息子よ、よく見ておけ。見直したか、息子よ。鎖は2本。あと2つどこ。え、ん、わかんねえな。え、ないよ。あと2つどこ。え、ないね。あ、ここか。向こう側か、多分。あ、多分向こう側だよね。やったれ。浮かれるでない。長見、後ろ。後ろから出るんです。大丈夫です。いや、今だと後ろ息子ですね。ことをせくな。見よ、あれが2番目の封印だ。あと一つ。チュンさん、こんちゃ。こんちゃ、チュンちゃん。嫌な音がする。帰ってこい。嫌な音がする。帰ってこい。そこは安全な広場か。嫌な予感がする。ほらね、だから言っただろう。マジでよ、マジで帰ってこいっつっただろお前、マジで。うん、あ、こいつめっちゃ経験値くれるやつじゃない。ね、息子、後ろ回れ。よしよし、ナイス。ね、よし、気を引け。ナイス。ナイス。オッケーオッケー。オッケー。はい、終わり。ありがとうございます。はい。くぅ。全然経験値くれねえわ。よし、オッケー。余裕やね。見た今の。もう慣れたもんですよ。息子よ。くぅ。ちょっと待って、待って。あいつ、あいつやばい、あいつはやばい、あいつはやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。うん、あいつやっぱ普通の敵じゃん。わしゃ、あいつはやばいって。どう考えてもあいつはやばいって。こっちから狙えねえかな、こっから。ダメルさん、息子を置いて逃げる父親。いや大丈夫、息子もついてくるよ。 あいつ避けるタイプだったな、あいつ。あ、ダメか。あいつ以外にもう一匹いたよ。勝てるのこれ。もう遠距離攻撃で行くしかないよね。接近戦じゃ勝てねえもん絶対。何、あら、奥で歌ってるやつ何あいつ。とりあえずあいつ呼び出せねえか。毒に気をつけて。あ、あのゴーレム、あのめちゃめちゃ強いやつか。よし、こっち来い、こっち来い。息子、息子、こっち来いって。危ないってマジで。ちょ、顔出すなってマジで。あいつバカなのか。あ、来てる来てる来てる。ナイス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 。息子よ、 おびき寄せるのだ。待って、お、宝箱ある。当たる、これ。当たらないよね多分。どんなに下げ詰まれようか。あ、ちょっと。やっぱそんな甘くなかったか。いた、いた。近づくな。あいつ戻ってったぞ、あいつ戻ってったぞ。なんだ雑魚かよ。宝箱開けさせて。う、嘘でしょ、何。硬すぎる、おぶれ。嫌だ、ここに一人にしないで。勝てる気がしないんだが。
てる気がしないんだが。よき45さん、パパ、ルーナさん、ファイトや、わら。パパファイトが。息子よ、気を引け。気をつけて。今ミスった。息子、もう一回、もう一回、もう一回気を引いて。息子、よし、ジャンプ。はい、ああ、手間取ったわ。やっぱ近づくの早いとダメね。で、ここでしょ。はい、来た来た来た。こいつからやっつけるか。今、はいはい、オッケーオッケーオッケー。いや、こっち、こっちに呼んでこい。息子、息子こっち来い。こっち連れてこい。危ねえ、危ねえ。よしよし、息子こっちまで呼ぶ。こっち、こっちまで呼んでこい。トラブルじゃねえよ、アクシデントだよこれ。ちょっと待って、痛い。結構曲がるね。ちょっと待って、急に俺を狙い始める。で、待って、ロック外したい、ロック外したい。ちょ待って待って、向こうに帰りたい、向こうに帰りたい。ちょっと待って、違う違う、向こうに帰りたい。ダメだこれ、逃げまくって斧投げまくるしかねえわ。もう勝つ方法、うんうん、いっか。そうそうそう、ちょっと木引いて、木、そうそう、後ろに回って、後ろに回って。強いんだよね息子。ほら強くない、ほらスタン耐えてんので、今オッケー。はい、タコ。もうこのコンボが大切よ。いつでもいいよ。息子よ、ここからが本番だ。気を抜くな。息子よ、それはおとりだ。よし、オッケーオッケー。こっち来い、こっち来い、戻ってこい。ちょ、分かってる、危ないの分かってるから、戻ってこい。危ない、で、これよしよし、そいつそいつ先に、そいつか。今、オッケー。よし、もう一発いける。こいつは経験上分かる。もう一回、よしよしよし、二回連続いける。よし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 、ちょ、待て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 、変な魔導士までついてきた。ちょ、一旦一旦戦略的撤退。よしよしよし、オッケーオッケー。よし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 、ちょっと息子大丈夫かな。行った行った、こっち戻って。待って、もういいや、中入ろう、中入ろう、中入って一旦投げまくろう。ほっ、今、はい、オッケーオッケー。危ない危ない、ね、またこいつに攻撃を。あぶない、あ、痛い、あぶない、あぶない。アメちゃんお疲れ、アメちゃんこんばんは、今日も元気に戦っております。今、よし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 、オッケーオッケー。痛い、待って待って、分かってる、タイプタイプ今使った、大丈夫大丈夫。痛い、なんか地面が怪しい。今、嘘だ。アメちゃんこんばんは。なんかね、難易度高くしすぎたんだよね。これ難易度下げていいかな、ダメかな。いや、下げない方がいいか。もうここまで来たしな。ここまで来たって、このゲーム何時間で終わるのか分かんないけど。いや、きつい。ゴキブリみたいな生き方しないといけない。うん。よし。あー、あいつか。まずこいつからね。最初はこいつからね。はい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 。あれ、何やってんのこいつ。だからこっち来んなって、息子もっと奥行けって。奥、奥、奥。で、やめろって、そういうことは。え、こいつ強いな、意外と。あぶね。よしよし、ナイス。ん？今の壁？今の仮面、ああ、自分？
ありがとう。タメちゃんありがとうね。ありがとうね。なんかいいらしいね、今の方が。なぜかは知らないけど、前の髪型の方が個人的には好きなんだけどね。ほい。だけど髪セットしただけだけどね。ちょ、こっち、息子戻ってこいって。あんまり奥行くな、あんまり奥行くな。わかるから俺。なんでそっち行くの平気で。こっち何あるの、あんま分からんな。よし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 、あいつはほっとけ。よし、オッケーオッケー。あいつはほっといて一匹だけ呼び寄せたいの。そうそう、あいつはほっとけ。刺激すんな、刺激すんな、分かってるって。よしオッケー。なんかこのゲームねむずいよね。こっち飛んで来てる来てる。待って、あいつの魔法がまた来る。オッケー、よしよし。あいつまた魔法打ってるわ。一旦離れよう。一旦離れて、一旦離れて。あれは何だろう。うん、よしよし、オッケー。これでま、カラコロ声聞こえるんだけど行っていいんだよね。いる？あいつまたいるな。動きを止めるよ。よしよしよし、オッケー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 。よし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 。でこっち行って、こっから見える？見えねえか。やっぱそういうこすいことは許されないの。見える？あ、いた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 。いけるかこれ。え、何か上にある。え、え、何、息子何が見えるの。これ逆境で、逆光で見づらいんだけど。あ、あの光燃えてるやつのこと、これのこと言ってる。あれのこと言ってんの。あ、燃えてるやつのこと言ってんのかな。息子がちょっとよくわからんこと言うからな。あ、これだから息子。うんうんうん。どうしよう。一旦こっから、こっから。あいつ撃って弓矢。あ、ダメだ。いていて。減らせ減らせ。あいつの HP 減らせ。よしよし、撃て今、ナイス、当たった。よしよし、ナイスナイスナイス。今撃て。ありがとうございます。もう一発どうですか。よしよしよし、大丈夫大丈夫。ここ全然当たんないから、安全地帯だから。安心しろ、これ生活の知恵だから。これはお薬必要ないから、こんなの。あれ封印の魔石じゃない。よしよしよし、あれ取ったやつか前から。よしよし、来た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 。撃って当たる。オッケー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 。大丈夫大丈夫。あいつが顔出したら撃つ、なぜか当たる。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし、待って待って、大丈夫大丈夫。オッケーオッケーオッケー。これゲージ溜まってんだよな、スペシャルゲージ。今持ったら行くか。死ぬ死ぬ死ぬ、マジで死ぬ。ちょ、何今の。ちょっと待って、あー危ねえ。これゲージ使った方がいいのかな。これ筋力5って書いてんだけど、レベル1筋力5って。神さん地下ですか。そうですね、そうですね。これも地下みたいなもんですよ。これやばいですよ。俺これ出られないもん、ここから。アドさんこんばんは。アドさんじゃん。 LS 説明を表示、通常攻撃ダメージが上昇、 HP5 レベル1。これどうやったらレベル上がんの。あ、リヴァイアさんがレベル1なんだ。はい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 。ボール新しいの欲しいですね。欲しいね。アドさん、地下みたいなのですよ。わらわら。そう、もう抜け出し方がわからない。行くか。
来た。でダッシュして一気に。レベラント。はい。ふい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 。ふい。はい。待って、なにこれ。な、思ったより切れるのが早い。はい。HP 回復。はいこれ。痛い。死ぬ死ぬ待って。忘れてくれ。俺のことは忘れてくれ。ちょっと待って。いった。しゃい。おかしくねえかこのゲーム。しゃい。よし、ヒットアンドウェイ、ヒットアンドウェイ。どんなにずるいと言われようか、どんなにずるいと言われようか、ありがとうございます。5000円ありがとうございます。待って、上登れ上登れ上登れ。危ない危ない、ダメージ食らうってことだ。あいつどこ行った、どこ行った。ちょっと弓矢撃ってもらっていい。あ、そっちいるのね。いえ、息子が強いんだが。いけるよ。む、今ありがとうございます。で、これが嫌いなんだよね俺。え、ちょっと待って、いった。僕がやるから、アイスで。本当か息子。よしよし、狙うべきはそいつね。上に上げるな、気を与えるな。上に上げさせんのこいつを。よしよし、やばい、縦切りが怖いんだけど。あっ、ちょっ、こんな地味なやつおる。死ねマジで。あー、ナイス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 。まああとはあの腐れよ。なんかえ、なんか変な音聞こえない？ねえ、最初変な音聞こえたけど。よき45さん、わらわら。うん。これどうしたらいいの？マジで。じゃあ、うん。ナイス、ナイス息子。息子、できればそっち側行ってほしい。よしよし、オッケーオッケーオッケー。ナイスナイス、1。後ろ取る、後ろ取りたい息子。後ろから、ナイス、オッケー。はい、オッケー、とどめ。よし、うん、ありがとね。風花ありがとね。パパ頑張るよ。もうこいつからやっつけよ、こいつからやっつけよ。オッケー、こいつマジでふざけてる。いった。よし、回復。ダメだ、全然スタンしないこいつ今ね。こいつをひたすら殴ってる。オッケー、どこ行った、あの魔法使い。いたいた。はい、あー、終わった終わった。マジで短いこれ、マジで短い。ちょっと一旦ちょっと休暇を。よしよし、ちょっと気晴らしにこれ壊して、
方が怖い。よし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 、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫。息子よ、ずるがつく、いくよ。オッケーオッケーオッケー、パパも頑張ってる。よし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 、待って、大丈夫大丈夫、全然大丈夫、こんなん余裕だからマジで。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、全然大丈夫全然大丈夫。よし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 、大丈夫大丈夫、息子も分かってくれる。よし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 、で、あとは、待って、一応ここ回復アイテムからあるから。よしよし、オッケー。さっき何でやられた？あの魔法使いどこ行った？いたいたいた、臭い魔法使い。お前、死ね。よしよしよし、オッケー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 。終わり終わり終わり。もうあとこいつらだ。雑魚だけ。おはようございます。お、こいつ攻撃すんの？普通の。父上、父上、よきゲスト4さん、お父さん、お父さん、父上もう限界です。よしよし、息子気を引け気を引け、オッケー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 、よし、いけいけいけ、気を引け気を引け気を引け、で、こっち来い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 、ちょ、そうこっち来い、こっち来い、よしよし、オッケーオッケー、よしオッケーオッケー、ナイスおとり、はい、終わり、オッケー、雑魚がよ、くぅ、よし、で、あの魔法使いマジで速攻でやっつけよう、ここ、こいつで、弓矢撃ってもらって、あ、解放して、嘘でしょ、あ、倒した倒した、今ので倒したことになるの、よし、待って、ちょ、一旦離れよ一旦離れよ、あの魔法使い倒したことになってる多分。オッケーオッケーオッケー、シャ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 、ナイス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 、ちょっと忘れる前に、よし、オッケーオッケーオッケー、よし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 、大丈夫大丈夫、息子は下で頑張ってくれ、無敵だから息子は、よし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 、大丈夫大丈夫、いたいた、あいつあんなとこにやがる、あいつ最悪だな、どうしよう、一旦走るか、一旦走ろう、いたー、魔法使い落とせたのはでかい、魔法使い落とせたのはでかい、あれ RTA で出るんじゃない、あのやり方、これマジ忘れる前さっさと壊そう、よし、で、こいつは素手で倒した方が早い、こいつは、こいつはね、武器で戦うより、ちょっとだけあんまり奥行くなって息子、こっち来いって、だからドロップキックやめなさいって、そういういたずらやめなさい、小さい頃習ったでしょ、よしよしよし、オッケー、で、俺が後ろをすくう、オッケー、お疲れちゃん、ありがとうございました、ご苦労様でございます、よし、で、あの魔法使い速攻速攻速攻、マジ速攻、はい、で、撃つ、どこ行った、あいつどこ行った、あ、いたいた、よし、吹き飛ばせ、はい、どこ、あいつ、ま、ふざけんなこいつ、どこ行った魔法使い、いたいたいた、え、終わった、こいつ絶対背中を見せない、危ない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 、オッケーオッケー、やばい、マジ、あーダメだ、また地道な作戦になったわ、最悪だわ、一旦戻るか、あ、もう勝てなくなったんだけど一気に、どうやって勝てっていうの、またこういうさ、ゴミみたいなさやり方でさ、息子にさ撃ってもらう、マジでふざけんだよ、いや、こっちから行くか、お、これ苦手なんだけど、受けるの早すぎる、よしよし、いい感じいい感じ、この化け物ここで、ここで倒せるんだ、でかい、怖っ、
ちょっと今後ろが見えない。危ない危ない。今 OK OK、 よしよし OK OK OK、 いった、よし回復 OK OK OK。 あいつは見えた方がいい、むしろ。危ない。え、斧どこ、斧やっば、あぶれ。よし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 、あいつはこれで動きを止めとこう。よしよし、あぶれあぶれ。弓矢打って当てる、当たらない、当たるで、弓矢打って斧を当てる、はい、避ける、待って、2発目打ってる、当たる。あいつ息子があれだね、弱点だね、はい、避ける避ける、当たる。待って、こいつこいつにかばってられん。よし回復、ちびっと回復、オッケーオッケー、よし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 、オッケーオッケーオッケー、一旦引こう、一旦一旦状況状況見よう、よしよし、オッケーオッケーオッケー、いった、ちょっと油断した、よしよしよし、こいつ一旦、よし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 、連打連打連打、頭に当たれば、頭に当たればフローズン、頭に当たればフローズン、オッケーオッケーオッケー、動作が鈍る、オッケーオッケー、フローズンフローズンフローズン大切、炎一発当たると終わるから、はい、集中力溶かさない、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、よし一気に入って拾う、回復アイテム拾う、一旦回復アイテム拾う、お、はい、大丈夫大丈夫、落ち着け落ち着け落ち着け、はい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 、大丈夫大丈夫大丈夫、いけるいける、よしよしよし、はい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 、はい、油断しない油断しない、はい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 、油断しない、オッケー、終わり、あー長かった、もうゴミみたいなやり方で俺倒してるけどな、あー危なかった、油断しなくてよかった、危なかった今の、危なかった、ちょっと危なかったよ、危なかった、あー死ぬところだった今一瞬、あー危ねえナイス、大丈夫、叫んだよ、ナイス、ありがとう、また上に戻らない、ありがとう、 でもありがとう、俺このゲーム今日で最後でいいかな、今日で最後でいいよね、これ無理よこのゲーム、よしよし、 OK、 ああ分かった分かった、ちょっと待って今間違った、これね、あれね、ここでここでこうでしょ、どうせこうでしょ、ほら、やったね、くわっ、やったね、よし、ちか、死体がここ危なくない、本当だ、死体いっぱいある、引き返すか、これさ、だいたい戦争あった時さ、こういう風にさ死体をほったらかしにすると疫病が流行るから、死体ね集めて燃やすんだよね、みんな、そうだよね、こんな野ざらしってさ疫病流行ってるよね絶対、オッケー、だけどさ、あの火薬作るときさ、あの糞尿にこの死体混ぜてさ、なんか作るやり方あるよね、消炎、消水だっけ、消炎だっけ、確か死体から作るよね糞尿と、あ違うっけ、火薬の作り方って確かそうだよね昔の、よし、オッケーナイス、何この匂い、ボス
今だ。あ、何？ヘルウォーカーか。何、人間か。人間か。誰が火を起こすんだ。シグムンド、ナイフだ。ナイフだ。肉にありつけるのは久しぶりだ。肉？もしかして。下がっていろ。こいつらも変わったらどうする？だから殺すんじゃねえ。生け捕りにしてからじっくりいただく。お前は手を出すな。おめ、何こいつ？頭に斧食らって平気なの？あ、結構もうやばいんじゃない？あ、なに？雑魚じゃん。え、雑魚だよこいつら。まあ頭に斧食らったら普通死ぬよな。いた。いた。え、結構効く。はい、とどめです。オッケー。最後パンチでやっつけたいけどさ、俺やられそうな気すんだよね。見て、もうすごくない？この状態。あ、この状態でパンチパンチ。あ、この状態でパンチパンチなんだ。え、何あれ、意味わからん。めちゃめちゃいいところいつだこいつ。あれ、え、ちょっとびっくりした今。おい、やめろ。息子には手出すな。アドルス、ちょっと、おい、これ、いや大丈夫でしょ今の。おい、え、嘘でしょ、大丈夫だよね。大丈夫か。青い瞳。泣くな。男だろ、泣くな。な。いいことあるだろ、そのうち。心を無にしろ。うん。エンジェルさん、うん、かわいい。ね。行くぞ。かわいいよね。まだ先はない。マジ。うん。エンジェルさん、うん、許してやりたいぜ。わからなくはない。ガムさん、地下ですか？でも親父が無慈悲。これ地上ですね。親父が無慈悲。あ、これで。片付ける。あ、これであれになるんだ。はい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 。ここで、え、斧がない。え？素手で戦うってこと？斧がないんだけど。え、あの子供もいない。子供も戦闘参加しない。え、俺これ素手でやっつけるってこと？え、怖っ。あぶね。オッケーオッケー、パリ。え、あぶね。おっしゃい、ナイス。はい、とどめでございます。はい、ありがとうございます。うわ、このさ、このとどめがいいよね。とどめが気持ちいい。今パリー。いいった。待って、なんかとどめはさ、させて。ありがとう。しシャフ。このさ、全然。あ、たまる。終わった。なんだこいつ、パワーアップしてもダメじゃん。回復しとこ。どうせ次のやつ来るでしょ。だいたいさ、こういうのさ、一回で終わることないよね。生き返った。終わったぞ。終わったぞ。ここから出たい。ならば顔を上げろ。口を探すぞ。顔を上げろ。顔を上げろ。怯えるんじゃない。うん、ラメールさん、うん、僕も行くか。いいよ、ナイチだよ。息子よ、お前はハゲヌ母親にだ。
息子はここだ。よし、どこだ。あ、これか。上から何か下ろせ。うん、ね、うん、いいね。これ小2ぐらいだよね。小1か小2ぐらいだよね、これ。いいね、可愛い盛りですな。だって多分一番可愛いのって3歳から5歳だよね。ん？戻ってこない。ん？え？アトレウス。ん？鎖よ。鎖、そうだった。何落ち込んでんのあいつ。初めて人殺しちゃったから。考えすぎるな。忘れろ。やらねば死んでいた。やっぱそうだよね。仕方なかったのは分かってるけど。さっさと歩け。では帰るか。え？この程度のことで諦めるのならな。違う、僕は諦めてないし、やれるって。よし、あ、女戻ってきた。少し休んでただけ。いいよ、準備できた。ちょ、下ろして。オッケー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 。よし、オッケー。さあ行くか、先。こっち？てん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 。何今、ロエンテ。かわいいよね、子供。戦いを生き抜くためには、敵に情けをかけるな。そうだよ。生き残るためだからね。長く険しい。弱肉強食だからね。哀れみを捨て。うん。戦士になるのだ。戦士になるのだ。息子よ。戦士になる前に。宝箱がある。え、動かねえとそのドテッパラに蹴り入れる。息子よ、息子よ、よくない、よくない、よくないから、もうそっち行くなって。マジでなんだよあいつ。スバルトヘイム宝石、まあ、どっかで使うんだろうな。こっち、こっち下降りるか、とりあえず。あ、息子来た。シャ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 。なんかねじろみたいな感じだね。お、これ何？あ、斧。斧忘れてたわ。何ポケットしてる？さっさと動け。やっぱいるわ。中いるわ。ちょっと行くの怖いな。なんか嫌なこと起きそうだからな。ここら辺で一旦アイテムあさりするか。あ、これアイテムありそうじゃない？お、めっちゃあるじゃん。魔法の仮面、工具セット。へぇ。カラスの声聞こえる。お、俺登れるじゃん、ここ。え、何これ。山に向かってさらに進む。え、何これ。これ来たところじゃない？何ボケットしてる。さっさと動け。ほら、立て。やっぱそんな甘くねえか。あ、ここ最初来たところだ。最初のところだ。で、ここにロープ垂らしたから、まあ鎖だけど。よしよし、ショートカットか。はい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 。で、進むべき道はここと。はいはいはい、分かった分かった。敵じゃないよね、話せる人間だもんね。何ボケットしてる。さっさと動け。まあ、かなり性格悪そうだけど。してんだよ、もう。このトロい薄らバカが橋を渡ろうとしねえんだ。これ以上先進めないんだけど。あの木に何か怯えてるからだよ。怯えてるだ。うん、怯えてんだよ。父上、橋の向こうにある木に斧を投げてみて。あの幹が白い木。幹が白い木。あれ？あれのこと？これのこと？僕を信じて。お願い。うん。よくわかった。大したもんじゃねえか、構造。構造。小娘じゃねえ。あ、こいつドワーフじゃない。名前はあるの？知らねえな。こいつが俺のを聞いてこねえんだから。俺の方から聞くわけはねえだろ。
こいつ最悪だな。ブロック。最悪だね。うん、なあおめえ、うん、どうせ信じちゃくれねえだろうがよ、うん、おめえのその斧、この俺が作ったのよ、弟とな。本当か。あいつは傑作だ、うん、だから俺たち兄弟以外にそれをいじらせねえことだ。ダメルさん、顔色悪いね。ね、顔色悪いね。変なやつか、触ってみろ。取り返しのつかねえことになるぜ。レート言っちゃなんだが、この俺がそいつを改良してやってもいいぞ。あ、やっぱり。で、どうすんだ。くだらん、くだらん。信じられんな、信じられんな。さあ行くぞ、行くぞ。フォークの形をしたルーン文字が絵の下にある、うん、よき45さん、お、ああ、ディガビギャドゥンバッバクロ。フォークの形したもん、絵の下にある。これが弟と一緒にやってた頃の焼き印だ。この半分がこれだ、見ろ。ね、鍛え直してえのかしたくねえのか。うん、いいだろう、鍛えられるならな、うん、やってみろ、うん、青病たん。足折れなすびがよ。それでもう片方の焼印は。そっちは弟が持ってる、うん、だが腕がいいのは俺だ。あ、うん、パパッと仕上げてやろう。お、来た来た来た。アップグレードを選択。ブロックから希少な瞬間凍てついた炎を手に入れた。食べるかアップグレードくらう。ラメルさん、しおれなすびわらわら。ん？クレイトスの装備品はレベルと能力武器です。全体のパワーレベルと能力値に反映される。クレイトスの能力値パワーレベルはここで確認する。LS で。あ、これね、さっき見たやつね。はい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 。あれ？これ何？動かなくなったけど。え？ああ、来た来た来た。ルーンアタックのダメージは、ルーンを上げることで増やせると。はいはいはい。ルーンアタックのクールダウンは、クールダウンを上げることで短縮できると。うんうんうん。よき45さん、威力5矢印25って上がるね。あ、ほんとだ。よしよしよし。で、この凍てついた炎をもらったから、これを使って、筋力強化され、XP で取得からのリバイサーのスキルが解放されると。はい。よしよし。これで、もう、パンチより武器の方が強くなったのかな。どっちも上がるのかな、パンチも。野呂さん、ウェイ。ウェイ。武器をアップグレードすると新たなスキルが取得可能になる。オーズでスキルから取得で。経験値ないんだよな、だけど。左で新たな防具を作る。クラフトメニューです。パワーアップ。パワーアップ。あ、防具も作れるよ。銀のかける1万8000ある。なんかこれさ、俺乳首が見えるやつなんか嫌なんだよね。なんで乳首見せなきゃいけないの、これ。アウトレストの防具。空中の敵を撃つとダメージが上がる。鍵爪の弓のチャージが速くなる。近接攻撃力が上がる。攻撃手が復帰する時間を短縮する。ふーん。あー、なるほどね。お、決まったのか？リバイア。だけどさ、ほんとこの子可愛いよね。ほら。一番生意気盛りだろうね。いいね。矢の影が強化され、XP 消耗、弓の解放が、あ、解放される。これはやっといた方がいいか、アップグレード。これはやっといた方がいいよね。スキルが取得増えるんだから。うん。よしよしよし。よしよし。鍵爪の弓。リバイアさんもこれ以上はできないもんね。で、これ購入。売却工芸品。あー、こんな感じで売るのね。単なる換金アイテムかな。じゃ上半身防具で、筋力12、防御力10。防御力10しか筋力。やっぱ乳首出さないとダメか。乳首出さないと筋力上がんねえか。クラフトって書いてるもんな。で、こっちだよね、作るとしても。待って、これ作っていいの？おい、見てみろ。
あの隠れてた奴らが戻ってきやがったぜ、うん、おトゲトゲくん一応斧を試してみちゃう。こんばんは。そう、ウォーしてるんですよ。やめて。壊すんじゃねえぞ。はい、避ける。はい、パンチ。痛い。もう少し。オッケー。よしよしよし、スタッチ溜まった。走ってる走ってる。落ちたんじゃないあれ。よしオッケー、ナイス。よしよし、パンチいいじゃん。まあまあだとはな、おめえの動きだ。クソでも振ったか。危ない危ない危ない、危ない。これオッケーオッケーオッケー。自分ラグナロク城から始めた。ラグナロク？あ、なんか新作出たらしいですね。なんか新作出たって聞きましたよ。なんかね、あのゴッドオブシリーズって全然やったことなくて、前々からやってみたかったんですよね。それで今っていう。待って、これ回復アイテム使おう。まあ、正直さ、斧投げた方が楽なんだよね、戦闘。ただ、スターさせたいからやってるだけだけど。よし。これ、なんか、ラグナルク楽しいですか？いい感じ？これ、後ろ回って。ほい。ほい。ありがとうございます。